高前です。梅雨ですね。非常湿度が高いですね。前回前々回と、ぼかしについて、お届けしました。今回はですね、そのぼかしを使ってですね、水滴を表現したいと思います。水滴をこのティッシュですね、もう簡単に表現できますので、皆さんもやってみてください。ではスタート。はい、今回用意するものはもう普通のティッシュですね。ティッシュを、まあ、適当に折っていただいて、端に置いておいてください。そしていつもの私の、まあ、シャーペンですね、ステッドラーの芯が 2.0 でしたっけ。で用意するものは、まあ、2B から 4B の、普通の鉛筆で構いません。それを用意してください。前回ちょっとノートがですね、スケッチのノートがなくなってしまったので、このノートでちょっと対応したいと思います。はい、今回は水滴を書いてみましょう。まあ、水滴、本当に、まあ、簡単にまずは輪郭を描きましょう。もう楕円でいいです。もう大きくですね、最初は大きく、こんなでかい水滴はありませんが、こういう楕円でいいです。これはちょっと別にいびつになっても構いません。これをちょっと描いてみてください。はい、あと、もう一つ用意していただくものがありました。カッターですね。まあ、こんなでかいカッターはいらないんですけども、普通のカッターで大丈夫です。で、前回お届けしたように、もう鉛筆の芯で構いません。でこれを、粉をですね削って、どうしようかな。まあ、本当はですね、この辺にちっちゃな紙でもいいので、その上にこの芯の粉をさっさっさと、削るんですけども、ちょっとこの辺に芯の粉を落としますね。ちょっとアップでしましょう。まあ、前回もお届けしたように、このこれはペンは回しながら削っていってください。そうしないと芯が折れますので。はい、このぐらいで大丈夫です。はい、このカッターはですね、この粉が芯についてますので、よくまあ拭き取っておいてくださいね。そうしないと後で大変なことになります。で、まあ、このように水滴があるとしてですね、太陽がこっち側から当たっているとしますね。そうすると、あ、こ、まあ、この手前からですね、このラインは描きませんけども、イメージといたしまして、この辺に光玉が映ります。そして前回お届けしたように、これを均等にしてしまうと、これはただのフラットな板に見えますので、こういう感じに、このラインは描けませんよ実際は。こう、このぐらいかな。こういう感じに、薄くて見えますかね。こういう感じに、ここをこの芯で、まあ、塗っていきます。はい、塗りやすいように
これを逆さにして、そしてティッシュを三角に折ってですね、三角というよりも先もこうします。でこういう感じですね。でちょんちょんちょんとつけてですね、ここをまずは軽く少しずつ塗っていきます。軽くそしてこのぐらい塗れたらですね、徐々にこの光玉に近づく感じで、ちょっとこうつけすぎてますので一回折りましょう。光玉に近づく感じでこういう感じですね。そして光玉はできるだけティッシュを当てないようにしてください。こんなにこういう感じですね。もうこれだけですね。ちょっと見てみましょうね。一度こう塗っていただいてこう見てみましょう。そうするといかがでしょう。実際この光玉の丸は描かないので、ちょっと消してみますか。これがあると変に見えてしまいますので、あとでまあこう、もしこの光玉にティッシュが乗ったとしても消しゴムでですね、一旦こう消すっていう方法もあります。そしてこういう感じですね。いかがですか。非常に柔らかい水滴のように完成ですね。で絵の具の場合はですね、こういうところに白い光玉にですね、ちょんと真っ白を入れたりします。それはまたこの先の動画でお届けしますね。はい、前回も、お届けした通り、このラインがあるじゃないですか。ラインとここラインと影の間、ここをですねきっちり塗ってしまうと、このなんでしょう、塗ってしまうと、なんかこの楕円感がなくなるんですね。それはですね、光というのはですね、これもまあ、こうなってるんだよということだけ考え、覚えておいてください。実際ちょっと大きく書くと、水滴というのはこのようになってますね。ここがシュインと、で光がこっちから当たるとするとですね、まあもっと上ですけども、どうしてまあここを白くするかと言いますと、光というのはこう当たってます。ここがテーブルですね。こう当たってます。そして何らかの形でいろんなクッションがあって、壁からの跳ね返りもあって、こっち側からも少し光が入ります。そうするとですね、この面がですね真っ黒にならないんですね。何らかの形で光を受けてる、よく見ると受けてるんですね。例えばこう、これで見てわかりますかね。光はまあこちらから来てますね。これちょっと
分かりづらいんですけど、ここが濃いですよね。で薄くなって、まあ、ちょっとシルバーなのであれなんですけども、薄く明るくなって、そして濃くなって、そしてこの際がですね、こちらからの光を受けているので少し明るいんですね。それを表現するためにここを真っ黒に、 端まで真っ黒にしないっていうのが大きなポイントなんですね。はい、実際はですね、あんなでっかい、水滴はないんですけども、非常に水滴とかありますよね。そしてこういう水滴とか、水滴ってこういう感じですよね。これも同じです。またティッシュでですね、ちょんちょんとしていただいて、サラサラっと、本当にこの輪郭端までやらなくてもいいので、サラサラと、別にこうはみ出しても構いません。消しゴムで消せばいいですね。まあ、本当は練り消し、また今度紹介しますけども、練り消しってあるじゃないですか、あれで消すとですね、非常にいい感じになります。いう感じですね。で、はみ出たところはただ消すだけですね。練り消しが本当にいいです。よく消えます。そして端っこ、非常に際の部分もですね、綺麗に角を取ってですね、消えるんですね。はい、いかがでしょうか。涼しげな感じですね。はい、いかがでしょうか。今回は水滴ですね、ティッシュを使ってさっさっさと、簡単ですよね。前回、お届けしたみたいに、こう均等にですね、塗ってしまうと非常に硬い感じがしますので、円弧状に塗ることによって柔らかく感じますので、皆さんもぜひやってみてください。で、一番簡単なのはもうこの紙、 A4 ぐらいの紙に1杯ぐらいの、大きな水滴から始めると非常に楽です。大きく表現してですね、コツを掴んでから少し小さくしていただければ、非常に綺麗にできますね。そしてこういうアメーバみたいな感じ、よくありますよね、水滴。これをちょっと試してやってみてください。もしこの動画が良かったなという方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。